石橋と大聖堂レーゲンスブルクは、ドイツ連邦共和国、バイエルン州に位置するオーバープファルツ行政管区の区トである。人口は約12万人。ヨーロッパの歴史において、政治、経済、文化の各方面で多くの影響を与えた都市である。中世初期にはすでに、市教座の所在地、バイエルン大公の宮殿の所在地、 そしてルートビヒドイツ王及びアルヌルフ,フ・ホンケルンテンの下では東フランク王権の重要な所在地セットスである。新生ローマ帝国の時代16世紀半ばからは頻繁に帝国議会が1663年から1684年までは途中一度も閉会することなく永久帝国議会がこの市で開催された。レーゲンスブルクのザンクトエメラム修道院は 代々皇帝特別主席代理を務め、ヨーロッパの郵便事業などを独占的に取り仕切ったトゥルンウンとタクシスケの居所である。2006年の第30回世界遺産委員会で旧市街地が世界遺産霊ンスブルクの旧市街とシュタットアームホーフとして登録された。ドナウ川と霊源川の合流近くに所在することから交通の要衝として栄え、 BMW などの自動車製造業、ドイツテレコムなどの通信 IT 事業などの様々な工場が置かれ高い就業率となっている。バイエルン州東部、オーバーアップファルツの中心都市であり、ドナウ川と霊ン川の合流近くに位置する。そのため、水上運輸の要所としての役割を果たしている。歴史的景観と穏やかな気候から、夏の保養地としても多くの旅行客を集める。 近隣の都市としては、南西約55キロにインゴルシュタットが位置する。ローマ皇帝、ベスパシアノスの時代、70年頃、京の市内南部カンプフムルのカーニヒスベクに、将軍団の宿営地が建設されたが、その周辺には、数百年来ケルト人が居住していた。集落名は、レイダスポナと思われる。 このローマ軍の宿営地は170年頃マルコマンに俗により破壊された。179年頃、マルクス・アウレリウス・アントニウスは、ドナウ川・ウガン、霊ン川が合流する地点の近くに、連帯の宿営地を築かせた。この駐屯地は、カストラ・レジーナと呼ばれ、3世紀には防御施設の強化がなされる。要塞に守られる形で民間のローマ人の集落も形成された。 カストラ・レジーナが、レーゲン・スブルク氏の名前のもととなっている。記録に残るドイツ語表記の最も古い形は、772年のリーガネスパーチ。6世紀になると、バイエルン族がこの地に移住してきて、535年頃、ローマ人の要塞のあったところに、バイエルン大公の宮殿を建設した。これは8世紀になると、カロリング家の王宮となる。 中世初期伝説によれば、7世紀あるいは8世紀、ガリア、おそらく北西フランスポワティエ出身の巡回司教、セイエメラムがバイエルンに招かれ、その大公の圧戦により、レーゲンスブルク司教となり、バイエルンでのキリスト教布教に努めたという。早くから部族大公領バイエルンの拠点であり、アギロルフィング家はこの地に、治療の中心的宮廷を置いた。739年。 ドイツ人の使徒と言われるボニファティウスは、大公オデローの指示を得て、バイエルンでザルツブルク、パッサウ、フライジング、レーゲンスブルクの4市教座を設置して、教会組織を確立した。788年シロ3世がカール大帝に屈服し、レーゲンスブルクに対する支配権はカロリング家に移行した。その後、市は東フランク王国において、 フランクフルトと共に結出した地位を獲得し、カロリング朝廷の官房では、帝都という微笑を与えられた。フランク王国の統治下に入ったその後も、政治、経済の中心として重要な役割を果たしており、大司教座制度などを通じて、その繁栄を伺うことができる。13世紀半ばに帝国自由都市としての特権を認められていた。 ルートビヒ二世はこの地に頻繁に滞在するために、旧コルンマルクトに新たに王宮を設置した。しかし、その半世紀後アルヌルフは、聖エメラム修道院内に修道院宮を作らせそこに滞在した。両王は、頻繁に、長期に、レーゲンスブルクを訪れた。カロリング家の一族の多くがこの地に葬られている。中世世紀カロリング長期にレーゲンスブルクは、 帝国南東部の政治的中心地として、正方形の旧ローマ軍人営式地を越えて成長していた。920年頃西側の新宿が円形市壁内に組み入れられる。王の滞在する館は、さらなる都市拡大の結晶化の決定的な核となり、南ドイツ経済の支配的的中国地への上昇の前提を作り出した。 通商関係は全方向に伸びたが、重心は南方にあった。千年以後人気の高いイタリア産品を扱う、アルプスイ北の最重要配給地となった。レーゲンスブルクの繁栄は、ベネツィアの繁栄と多方面で歩みを共にしていた。経済的繁栄は14世紀末まで続いた。その目覚ましい遺産が、石橋、都市貴族邸宅の塔、大聖堂、 市聴者など高水準の建造物である。住民の出身は国際的で中世世紀には人口約1万5000のドイツ有数の大都市となった。11世紀から形成されてきた東西の郊外市を13世紀末に編入し、地域を再び拡大したが、当時建造された市壁は18世紀末まで存続することになる。中世末期には 市内に約1万2000人が居住していた。第3回十字軍において、フリードリヒ一世率いる大軍勢は、レーゲンスブルクに集結し、1189年5月11日、ドナウ川を下ってまずは、ウィーンを目指した。通貨貿易での成功が、市の繁栄の決定的な基礎であった。12世紀には、社会的文化が顕著になり、市民の組織化が行われ、 応援主タウ編長の政策に協力しつつ、1182年以降一歩一歩じいの権限を拡大していく。獲得した一連の特権のうち、決定的に重要であったのが、フィリップ・フォン・シュバー・ベンによる特権とフリードリヒ2世による特権である。こうして、バイエルン大公と司教は、市内での支配的権力をほぼ失った。王、皇帝の付与した特権が、 市の自由の基礎となり、市民に、市長、三次会会員を選ぶ権利を与えた。1230年以降、都市裁判所が置かれている。最古の市長は1211年に遡り、市官房は1242年以降存在する。市の政治をリードしたのは、商業経営都市貴族で、カロリング町以来ユダヤ人商人も、その一部を成していた。 都市貴族は死を加藤支配していた。ビッテルスバッハ家は、自家の大公領バイエルンの中心地としていた、レーゲンスブルクを両方国家バイエルンの首都とすることが、できなかった。中世末期には帝国に対して負担も控訴も、中世の誓いも免除された7自由都市の一つになる。中世末期通貨貿易変調長域的産業の欠落、ヨーロッパ大陸における、 感染症行路の移動、バイエルン大公による、抑圧等の所要因により、死は急激な衰退に向かう。死の存在は、ニュルンベルクやアウクスブルクの繁栄の陰に隠れ、人口において無量死に追い抜かれる。都市貴族は死を去り、レーゲンスブルク氏は1486年自発的に、ビッテルスバッハ家、バイエルン大公の両方君主権のもとに入る。しかし、 ハプスブルク家のフリードリヒ3世とマクシミリアン1世は1492年以降、死の帝国への復帰を強制する。マクシミリアンはこれまでの自由都市レーゲンスブルクを皇帝の都市にする。この状態は1555年まで継続することになる。一方、ドナウ川北岸にバイエルンが皇帝家に対抗して建設したシュタットアムホーフは死に昇格される。 レーゲンスブルクは16世紀以降改めて頻繁に帝国会議が開催される南東ドイツ唯一の帝国都市となったが市の人口減少により会議出席者のための宿泊、物資供給能力が残されたこともその一因である。レーゲンスブルクは帝国会議の開催地としても重要な場所であった。帝国会議は788年。 カール大帝のもとに始まり、13世紀半ばまで続いたが、レーゲンスブルクでは約60回開催されている。ホーしたタウフェン朝時代には特にその頻度が高く、18回の開催を数えている。会議に招集された生息危険の宿泊のために、10世紀末以降、アルター・コルンマルクとの王宮の周囲に館が用意された。1155年には、 フリードリヒ一世がベルフェン家のハインリヒ思考とバーベンベルク家のハインリヒとの間に起きたバイエルン大綱領をめぐる争いの調停を試みた。1180年の会議ではシュタウフェン家のライバルベルフェン家のハインリヒ思考に致命的な帝国追放が決められた。帝国とトルコとの関係が重要になった15世紀には1454年の会議に 十字軍思想の古水者ブルゴーニュコフィリップ三世も参加し、1471年の会議ではトルコ勢の声明が出されている。レーゲンスブルクは修道院の多い都市であった。宗教改革の始まる1525年の記録では、230人の修道院に在住しない聖職者、66人の男性修道士、85人の女性修道士がいた。この数字は、 市の人口の約3%にあたる。中世にはそれを超える人数であったろう。三宗教施設がライクスシュタンドスチャルファットを獲得し、市の支配構造が複雑になった。最も重要な修道院は、ベネディクト教団の精鋭エメラム修道院で700年頃に同聖者の墓所の地に建設されたものである。同聖者がバイエルン大公領と、 カロリング王家の守護聖人とされ、修道院は両家によって保護された。修道院長は973年までレーゲンスブルク司教を兼ねていた。その後ホルゼの改革の一環として、ビスコフ・ショフとドムクラスターが分離し、両者は激しく対立するようになる。修道院側の目標は、司教権力の介入の排除と、 帝国自家族の獲得で、後者の目標は1295年、アドルフ・フォン・ナッサウによって承認される。以後、聖エメラム修道院は、帝国修道院となる。聖エメラム修道院と似た、特別の地位を獲得したのは、オーバーミュンスターとニーダーミュンスターである。両者は、地域に計画的に配置、設立された修道院として出発し、後に、 司教座教会三次会立院に変えられた。ニーダーミュンスターはハインリヒ二世によって、オーバーミュンスターはコンラート二世によって、帝国直属を認められた。千年頃からさらに多くの修道院が設立された。ゴルツェ改革によるセーパウル修道院設立を、はじめとして修道院改革によって、無数の修道院がレーゲンスブルクに建設された。中世に創設された、 修道院来市立院のうち、広大の世俗化を乗り越えて、現在も存続しているのは三つの施設だけである。なお、歴代の霊ンスブルク司教の中には、王権を支える、少所長官として政治面で活躍した人物も、宗教面で結出した人物ゆえに聖人あるいは副者とされた司教もいる。中世以来神聖ローマ帝国の帝国議会は、しばしば、特に16世紀なカからは、 極めて頻繁にこの地で開催された。そして、1663年から1684年までは、途中一度も閉会することのなかった永久帝国議会がこの地で模様された。1654年に、霊源スブルクでなされた最終帝国議会決議は、世紀の帝国議会における決議としては、最後のものであった。1803年に独立を失い、 マインツの代わりとして、マインツ大司教で神聖ローマ帝国の最小であった、カール・フォーンダールベルクに引き渡された。カールは町を近代化させ、プロテスタントとカトリック教徒に同じ権利を与え慕われた。1810年にバイエルン王国に引き渡され、カールはフルダへと移った。1809年4月19日から4月23日まで、オーストリア軍と、 フランス軍が交戦し、街に大きな被害が出た。第二次世界大戦中には、ドイツ軍の第八軍管区本部が置かれたが、連合軍の空襲は小規模で、多くの歴史的建造物は破壊されずに残った。レーゲンスブルク中心地のパノラマ12世紀後期、レーゲンスブルク城博は、夫人の愛の告白が重きをなすミンネザングを歌った。ハイト広場のかつての旅館。 金の十字家庭にはかつて王公貴族が投縮した。最も高貴な滞在者は、神聖ローマ皇帝カール五世で、この皇帝は、レーゲンスブルク市民の娘バルバラ・ブロムベルクを、長愛し、長字で、レパントの海戦で勝利を収めるオーストリア公藩を、設けている。1630年、この地で、天文学者のケヘプラーが没している。この町で、マクデブルクの半球と呼ばれる。 真空実験が行われた。モーツァルトの過激魔的の台本を書いたエマヌエル、シカネーダーはこの市の出身である。2006年、市の中心部にあたる旧市街と対岸の地区が、レーゲンスブルクの旧市街と、シュタットアムホーフとして、ユネスコの世界遺産に登録された。小惑星のラティス・ボーナは、レーゲンスブルクのラテン語名の一つにちなんで、命名された。 ベネディクト16世の出身地である2。2ブンデスリーガに所属している SS ブヤーンレーゲンスブルクが本拠地を構えている。ありがとうございます。